ごいな、はい、よいしょ、はい、さあここに階段もすごい急です。いくまで比べるとこっちの方が急なのかな。これ有名な、立ち上がってきましたね。すごいお客さんいっぱいでしたね。今日お客さんがいっぱいだったんでね、あんま取れてませんけど、これでね来ましたね。確かに助かりました。ちょっとね、あの幅が狭くて後ろの方からもねお客さんがわーっと来てたんで、久々にちょっと止まってね、できませんでしたけどね、バシッと取ってきましたね。こんな感じね、はい、ということでね、これこっちのですね、ターミナルも抑えたぞと。さあだいぶ来ましたね、だいぶ抑えましたね。どこからスタートでしたっけ。四日市からスタートして、品川から、賢島行き、賢島から大和八木行って、そこから橿原神宮前行き、吉野行って、釈路行って、そこから御所寄って、古市所定河内中野からまた古市諸木道明寺か柏原行き、柏原からそのままどこでしたっけ、これだとなんかすごく離れてる見えますけどね、柏原から、片下ね、片下までコンと歩いて、でそこからずっと上本町を押さえて南波も押さえて、そこから、JR に乗って阿部野橋行って、阿部野橋からもう一回柏原神宮まで特急使って、でそこから、京都線の方乗って、ここね笠縫か、笠縫行って、笠縫で一泊して田原本から西田原本行って、新王子から王子乗り換えて、で生駒に行き、生駒から鳥居の方、生駒ケーブルに乗って、そのまま宝山地でもう一回乗り換えて生駒三条までじゃん、で生駒三条まで行き、そこからまた戻ってきて生駒に行って、生駒から学研なら富ヶ丘まで行って、でそっからさらにもう一回戻って長田駅に行って、そっから地下鉄乗って JR で乗り継いで春徳道に来て、春徳道から山口河内山本に行って、河内山本に乗り換えて石山口に行って、石山口からケーブルカーに乗り換えて、ここあー長いな、こんだけいろいろ乗り換えたらもう久しぶりですね。いやー、さあせっかくなんでちょっと見ていきましょう。いやー何でね、生駒が600いくらだ、これ440メートルぐらいとかって言ってましたかね、ですけど、いいじゃないですか。あ、ここから取れますね。実はあれ気になってたんですけど、なんと随雲号っていうらしいですね。これね、随これはそのうち随雲祭りここでやるんじゃないですか。それともあれですね、生駒山ケーブルよりも急ですよね。さっきもう今乗ってすぐですから、うわははははは、すげえ、うわー、やっぱりすごいですね。予想はしてましたけど高いですね。でさっきとはちょっとだいぶ角度が変わりますね。阿部のはるかさ、こっちの方面に見える生駒山がこっちの方ですね、この先っこの方であるはずなんですけど、ね、そっから見たの今度南からね、こう北の方を南に大阪の街を見るような感じですよね。いいですね。鉄柱とかもこれまたレトロな感じですよね。とりあえず水はバスも出てきましたけどね、ここで高屋杉山で、これはね、あの山頂の方行くではここから別途バスに乗って、山門まで250円で、こうバスへ行けるらしいですね。ちなみになんか昔はここからなんと電車が走ってたんですね。市議山電鉄、の高安山のホーマーのところですね。これ後から作った感じでしょうけど、あ、こんな感じで多分1両編成が吸ってくるようなホームだったのかな。ここに書いてありますね、1930年、に市議山電鉄として
作業を引き上げてて、こっから杉山口から、そうですね、杉山口から高山山に登って、こっからは普通の雪路が走ってたんですよ。これ、あの操作してると杉山門行きの三条鉄道線を同時に開業しました。第一次世界大戦営業所に作路線は営業再開で、あ、こっちの方は自動車道になったんで今バスが走ってるんですね。ですんで、生駒みたいに要は途中で経由して、もう一つこっちは普通の鉄路が走ってたんですね。生駒の方はケーブルカーが走っとって、もう一発ケーブルカーに乗り換えですけどね。ね、その本にこの字型ですけど、北側の方の方が残ってる、まあ、この字型ですんで、今まで見てきた、多分こっからこう来て、こっち側にもホームがあったんですよね。で、そこから電車がずっと来て取ったんですけど、まあ今道路になっとるということなんでしょう。へぇ、いや、ということで、あ、これも近鉄の元々ってことはターミナルじゃないですか。そう、ターミナル跡じゃないですか。いい感じで撮れてますね。あ、さすがにさ、上の方まで残りませんというか、今バスはね、もうね、見送りましたんでね。そう、アクセスよくで、ね、ここからはそのままバスで行けるようになってるみたいですけどね。見てるときは杉山方面ね、昼の様子すごいですね。あ、でも山って感じですね。なんですが、靴なしでしたっけ。バスはこんな感じ、近鉄バスなんですね。高山さんまでで250円で、霊園までは170円で行けるんですね。こういう、ここで車が走ってたんですね。まあですから、ここから先は、そこまで急勾配ではないってことなんでしょうね。まあ言うても山道ですから大変だと思いますけど、逆に言うとよく電車を運び込みましたよね、こんな山の上まで。それがすごいですよね。考えてみたら、要はその後に廃線になったから道にしたんですから、それまでは道もなかったってことですよね。どうやったんでしょうね。なんか記録映像とか残ってるんですかね。一回ちょっと調べてみましょう。さあ、でもね、気圧がガッと下がったって ね、トイレが近くなりましたね。ちょっとトイレを借りて、で、ぼちぼちと折り返してくる時間なのかな。係員の方が四季山口からあれなんですね、掃除に来てくれてるんですね。ありがたい話です。面白いのがケーブルカーでも土日とこう分かれてるんですね。あそこでもそうでしたけど、でも運行自体は全く一緒か。次何分、今1時26分で13時26分、次は、ああそうかそうか、ここも40分単位ですね。40分単位でポツポツってくるんで、まあ45分、15分あとありますか。近くへちょっと、ね、山頂まで行けたらよかったんでしょうけど、ね、もうね、あの吉野山でね、分かっております。それをしたら間違いなく京都には行けません。この後まだ京都なら天理行かないといけないんですよね。逆に言うと西川もこれで終わりか。京都なら天理を抑えれば、これでとりあえずターミナルをね、端っこを抑えることができるということですね。生駒山ケーブルとはだいぶいろいろと様相が気持ちいいのが、生駒山はね、ケーブル分しか買えませんでしたけど、あれも17からって言ってあれなんですね、連続したあれになって Y になってるんですね。で、ここは Z ですね。ということで、ついに A から Z まで、線としては A から Z まで全部されたか、 あと H かね、ほぼほぼ全線制覇に近いような形ですけど、ほね、政府言うと布施から生駒の間に、いやね、あとは、布施から生駒の間と、上下か、片下から大和八木の間は乗ってないのか、
あと田原本から西大寺の間ね、まあどっちかは、この後京都に行くのに乗ると思います。ここからやと大和八木経由でそのまんま天理寄ってどうかな、天理寄ってから京都行った方がいいかな。京都までドーンと出て、東京によって京都までドーンと出るっていうのも手かもしれませんけどね。うん、まあいろんなパターンがありますね。面白いな。ここでね、ケーブルのね、上で切符が変えてね、ここはで、そのまま四日市まで切符も変えるですね。四日市まで2,510円、まあ往復で考えたと5,000円、まあもう全十分ね、3日間で4,200円もたされてますね。なるほどな。時間はちょっと人が長くないのかなところで、改札の人がいいかな。まあ、振り切ったら入っていいですよね。よいしょ。あ、もう入ってる方も見えますね。ここの階段はこんな感じだったんでね。わーっと来たら、横にどいてもらうこともできやんかったんで。なるほどなと。で、向こうは2面1線だったんですね。向こうからはもう完全に使ってない感じですけど。面白いですね。はい、改めてね、しっかりと押さえておくとターミナルということでね。で、列車はこれ随雲号なんですけど、これね、鉄道分でいうとね、実はこれ日本一があるんですよ。何が日本一かというとこれなんですよね。実はこれが確か、日本で登録されている一番ちっちゃい車両なんですよね。電車の鉄道車両としては日本最小なんかというので有名らしいです。これね、ですから2両編成なんですよね、扱いでいうと、1両2両2両編成のケーブルカーというのも珍しいですけど、一応そうですね、細かく言うとここで連接で分かれてるんでね。でこれはなんかいろいろと荷物を運んだりでね、備品とか運んだりするのに使ってるらしくて、そこからこう取り出す、取り出すように乗務員さんが向こうからね、こうできるようになってるみたいですね。そう、噂には聞いてたことあるんですけどね。列車はこれは市議トラク、トラとなんかね、こういろいろとゆかりのある、ところということでね、あんなことも流れてません。ちょっと行きはわーっと混んどったんでちょっとね、取れませんでしたけど。いや、階段も相当急ですよね。そう、向こうの駅着いたらちょっと斜めになってるなと思ったけど、あれですね、よいしょ、こっちの方が勾配急なんですよね、多分四季山口のあっちの方より。面白いかもしれないですね。ちょっと見ましょう。よいしょ、よいしょ、お客様にお願いします。車内に優先座席を設けています。お年寄りや体の不自由な方に座席をお譲りいただきますようご協力をお願いします。また携帯電話をお持ちのお客様はマナーモードにしていただき通話はご遠慮ください。ご協力をお願いします。発車までしばらくお待ちください。